こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は本当とってもいいお天気、眩しい日差しの中、アドバンスクラスの生徒さんがお越しくださっています。おはようございます。今日は、撮影のね、ウェディングフォトの、ブーケを束ねたいと思います。ナチュラルな白、そして淡いピンクをポイントに入れたブーケをご希望いただきましたので、とっても可愛く香り豊かなブーケを束ねたいと思います。まずはバラ、グランオマージュ、ちょっと中央が柔らかい、少しピンクがかった美しいローズです。香りもほのかに優しい癒しの香りがします。そしてピンク色、モナムール、とっても優しいお色ですね。そしてカラー、ネリネ、不思議な不思議なお花、アルビフローラ、ひょろーっと茎が伸びてキューッと花火のように打ち上がったと思ったらパーンと咲きます。かわいいでしょ、すごく個性的ですね。そしてリシアンサス、フリフリで、今年初このね、冬初のスイートピーです。ちょっと早いですね、11月ですが、とても上質なものが入りました。甘い香りがします。撮影のね、ちょっと緊張がほぐれるようにいい香りをご用意しました。そしてユーカリ、ポプルスベリー、こちらもユーカリの、実ですね。とってもプリプリして可愛いです。ライムグリーンが美しいリキュウソウ、しなやかに使いたいと思います。では早速束ねてみましょう。ではグランオマージュを香りに癒されながら、基本的には、白をまず、ご希望ですので、中央に来る部分は白色を持って、そして淡いピンクを入れていきたいと思います。通常のオーダーと違って、こちらは、フォトウェディング用なので、若干このバラの葉っぱであるとかも少しだけ、残してます。プリッと効かしていきます。ね、スイートピー早いですよね。今日のね、アドバンスコースの方はプロの方非常に多いので、皆さんもフォトウェディング用のブーケとかね、ご注文の際にはウキウキ束ねられてますよね。もう本当にいい香り、くんくん香りを楽しみながら束ねさせていただいています。このカラーのシュッとしたこのラインがとっても綺麗ですね。で、グリーンなしで束ねるのも綺麗なんですが、お写真、ご希望のお写真拝見していると、とてもナチュラル系をご希望なので、グリーン多めに入れていきます。そしてスイートピー、このあたりはすごく蒸れてしまいますので、結構しっかりと取っておきます。前回もね、撮影、レッスン前にさせていただいて、皆さんの応援があって非常に楽しい撮影となりました。いつもね、こういつもとちょっと違うといいよね、いろんな人がいてくださるとワクワクしちゃう。
しゃべりやすい、しゃべりやすい、いつもノープランなんでね今日何しゃべるか考えときやってよく言われるんですけど、全然考えてられなくてぶっつけ本番なんですね、ぴょこぴょこっと飛んでいきます。かわいいね。でも徐々に皆さんそのノープランにも慣れてくださってねえそのうちにこう私は開き直ってプロじゃないからしょうがないよとか言って喋れるわけないやんとかって言ってみなさんに多めに見ていただいてますかわいいですね。ほんとね、この最近あのコロナのことがあってからブライダル の, あ, のあり方っていうのもだいぶ、変わってきていて、フォトウェディングのご注文非常に多くなってますね。会場様もね、いろんな対策をされているので安心してブライダルあのできること増えてるかと思うんですけれども、ちょっともう身内だけとかね、撮影だけはしっかりしたいわなんていう方もあの多いようで、ご注文が、撮影用というふうな形で、ご依頼いただくことが多くなってきました。綺麗ですね。さあ飛ばしていきます。ちょっと間にも入れていこうかな。神父様のご希望がこのナチュラルステムの茎が ものすごく短い方がいいというような、ご希望があるので、最後はいつも以上にちょっと短くカットしていきたいと思います。皆さんは結婚式の時何色のブーケを持たれたんですか？ピンク？ピンク？遠い遠い記憶かわいいな、今だったらってね、本当にお花も年々変わってるから、また今だと持ちたいブーケとかって変わりますよね。それこそあのこの前ね、撮影会っていうのをしたんですけど、あのすごくよくって、結婚して10年とかね、20年とかっていうあのちょっと節目に写真をっていう風な形で、あのそんな衣装じゃなくて、家族でみんなでお揃いの写真、あのお洋服着られてとかっていう姿がすごく素敵でね、なんかそういう時にあの持ちたいお花をまた持つっていうのもすごくいいなって思いました。さあ最後のこのちょっとユーカリのポプルスベリーを入れて、そして最後これね、リキュー草を軽やかに入れていきたいと思います。はい、リキュー草をちょっとこう絡めていきます。ブーケの中にで、この辺りのちょっと葉っぱが多くなってしまうようなところは間引いてね、軽やかにします。そのままだと重みがあったりしますので、少しだけ軽やかにしていきます、ね、ウェディングの場合はこのライムグリーンを入れることによってより、軽やかさが演出できますのでね、明るさと軽やかさ、柔らかさも増しますね。この葉っぱ1枚2枚のその引き算でも、表情ぐっと変わりますので、最後の最後までしっかりと微調整していきます。そして撮影ということで、この横顔まで美しく踊るように入れていきたいと思います。ねえ、かわいい。ナチュラルで
すごくいいんじゃないでしょうか。ちょっと多くいいかな。何でもたくさん入れたらいいってわけではないので、ある程度でしっかりと引き算はしていきたいと思います。このちょっとだけで良かったですね、ここはね。はい、では茎を短めに、ちょっと発音までお水しっかり吸わせたいので、今いつも通りにしとこうかな。はい、ホワイトと淡いピンクの、フォトウェディング用のブーケです。いい香りに包まれてリラックスして撮影できますように。ご結婚おめでとうございます。できました。お幸せ、ほんまや、お幸せに。ありがとうございました。